はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。で、今日はね、本当はね、家ラーメンでね、別のラーメン作って食べる予定だったんですよ。なんですけど、ちゃんとね、このチャーシューとかね、メンマとかね、あらかじめちょっと安いのがあったんで買っておいて、で、麺とか買って作ろうと思ってスーパーに行ったらね、使いたい麺がね、品切れでね、ずっと補充されないで、もう一個もなくて、でどうしようかなと思って、このね、チャーシューとかもちょっと賞味期限がね過ぎちゃってて、早く食べないと傷んじゃうんで、で急遽、もう暑いし温かいラーメンきついんで、ザル中華にしましたね。申し訳ないです、ね、ザル中華。この間もね、ザルそば食べたとこだと思うんですけど、あの宅飲み場ね、動画でなんですけど、まあ、ちょっとね、ザル中華にさせていただきました。あとは今ね、ちょっとお盆の時期でね、お刺身とかもね、本マグロとかそういうね、高いのばっかりなんで、お刺身買えなかったんで、手羽先買ってきました。手羽先ね、もう焼き鳥も高いし、もう10本セットとかなんて買ってもね、一人じゃ食べきれないんでね、お盆なんで、ほら、みんなが集まって食べるもんでね、帰省してね、来る方とかもいらっしゃるんで、もう量が多いんですよ。みんな買えない、食べきれないんで、高いし。で、もう手羽先と、あとね、あの、角的がちょっと安いのあったんで、角的を買って、今日これね、宅飲みやっていきたいと思います。では、飲み物はね、氷結のオレンジでいこうかな、オレンジね。アルコール度数 5% で、果汁 1.2% ですね。これは特に限定とかじゃないみたいですね。うん、ニューデザインになったっていうだけで、限定とかではないみたい。バレンシアオレンジだって。よいしょ。あー、やばい、跳ねた。では、今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。じゃあね、お先に失礼していただきたいと思います。じゃあ、しわしわで乾杯いただきます。まあ、オレンジオレンジジュースの味、あのバヤリースとかの感じのオレンジジュースの味しますね。うん、ではまずはね、ザル中華からいただいていこうかな。まあ、チャーシューね、あのいつものチャーシューのセットですね。チャーシューとメンマと、あと卵、ゆで卵のね、味玉のセット。これはもう半熟とかじゃないです。もう中までね、火通ってる、あのおでんの卵みたいな感じになってるやつね。で、まあネギちょっと刻んだの乗せて、で、まあ冷やし中華とかざる中華とかに使うね、麺を3玉でね、税抜きで138円とか安いやつね。うん、あってね、これでちょっとね、ざる中華にしてみました、今回は。じゃあちょっと大根おろし一応すったんで、ザル中華ですけど、お蕎麦じゃないけど、大根おろしね、大根おろしをちょっと入れて、で麺ね、麺もうこんな固まってるな、うわちょっとくっついちゃってよいしょ、こんな感じですね、麺。ちょっともうくっついちゃってて申し訳ないです。ちょっと綺麗に固めになっちゃってて。じゃあこんな感じね。では、よいしょ。
もうちょっと入れるかな。よー、ああもうくっついちゃって取れないや。でおねぎも少し入れて、こんな感じですね。ではじゃあメンマも入れるか。メンマもちょっと入れて、チャーシューも1枚入れるか。チャーシューはこんな感じ。あ、ピントが来たかな。こういうねスーパーで売ってるセットね、セット、卵とチャーシューとナルト、ナルトじゃないや、メンマがセットになってるやつね。ちょっと待って、まず麺ね。あ、わさびわさびをちょっとつけといて、よっ、こうですね。では早速いただきます。うん、さっぱりする。でチャーシューね、麺と一緒にいただきます。あ、大根おろしにも美味しい。中華麺にね、中華麺のザル中華に大根おろしも美味しい。ではお次は、手羽先4本、なんかすっごいちっちゃいのが入ってる。これがねめちゃめちゃちっちゃい1個、これがめっちゃくちゃちっちゃくて、これがね普通の大きさぐらい、これが一番大きいですけど、これがまあ普通の手羽先の大きさぐらい。これはかなりちっちゃいのが1個入ってる。これで 4つでいくらだったっけな、300円してないですこれで。うん、250円くらいだと思います確か。うん、こういうのね、これオーブンでねちょっと焼いて、魚焼きグリルがダメになっちゃって、うん、魚焼きグリルだから壊れて使えないんですけど、あのコンロの方はね両方あの使えるんで、あの台所にね、あの一般家庭に置いたら、あのガスコンロね、ガスコンロで魚焼きグリル真ん中についてる魚焼きグリルだけ壊れて、上のコンロはね普通に使えるんでね、それだけで買い替えるって言ってもね2万円くらいかかるんで、新しいの買うと。でも上のコンロは使えるし、うん、ちょっと買い替えするのももったいないなと思ってね。ちょっとどう、でも魚焼けなくて困ってて今まあ手羽先とかピザとかそういうので、ね、唐揚げとかはオーブンでちょっとね焼き直してもいいんでいいんですけど、魚はねオーブンでね焼くってわけにいかないんで、どうしようと思ってて、こんな感じですね。手羽先ではこの辺、あ、ちょっと足っていうかこっち外しちゃ う、 もうこっちは後でねカジカジします。じゃあねこの辺ね、こっちか、こっちのあたりをね、あ、ピントあ来たかな、この辺ね、この辺をガブッといただきます。皮のところが美味しいんだよね、手羽先。
皮のところが香ばしくてね、うん、じゃあちょっと氷用意して、なんでキリン鍛錬のねプラチナダブル、もうスーパーもすごいわ人いて、もうお盆の買い物でもうレジがめちゃめちゃ行列になっててね、私なんてそんなにねたくさんもう買い物しないんで、カゴにね何点かね入ってるだけでねお会計も早いんですけど、あ、じゃあいただきます。もう他の方もねカゴ2つぐらいにね山盛りにねお盆の美味しいものいっぱい買ってるんでね、もうレジが一人一回一回のレジが時間かかるんでえらい行列になっちゃってね美味しそうなのいっぱい売ってましたよ。6000円ぐらいのステーキとか売ってましたけどね、スーパーに、普通のスーパーですよ、高級スーパーとかじゃなくて、あれ買って食べる人いるのかな、どうなんだろう、6000円のステーキスーパーで。ちょっと確定いただきます。うん、あ、しっかり味が染みてて美味しい。うん、これ牛角の角的ベタラ漬けとかってなってたかな、名前、あのスーパーに売ってるやつね、うん、うんうんうん、おつまみにぴったり、オードブルとかね、お寿司ももう何人前もあるようなでっかいお寿司とかね、なんでね、お盆用のそういうオードブルだの、ちょっと高級お寿司だのお肉とか、もうそういうのの補充で忙しいんでしょうね、やっぱり今もう書き入れ時なんでね、お盆の、なんでね普通のね中華麺とかねもうね補充されないんですよ、全然もう棚が空になってるのにね見向きもされないの、欲しかったのに、そう、あの麺、中華麺ねお盆が終わんないともうちょっと厳しいかもしれない。あ、卵割ってみようか、よいしょ、もう普段買うようなねやつはもうなんかもう端っこの隅っこの方に追いやられてね、お弁当とかで、ね、でもうお盆用のねなんかちょっともううなぎと、うなぎのお弁当、国産うなぎのねうな重のお弁当とかステーキ弁当とかね、そういうのがなんかこういつもこうお弁当が置いてあるコーナーにそういうこう高いやつね置いてあって、普段ね売ってるあの398円とかのお弁当はもう端っこの方にね、端っこの方に追いやられちゃっててねね、よし、じゃあ卵ね、まず、あ、麺ね、麺から、よいしょ、まあお正月とかもそうですけどねでまあお正月とかお盆とかって言っても特にねお正月だからお盆だからって食べ、これ食べるっていうものも今もうないっすからね、一年中ねもうごちそうとか食べようと思えば売ってますしね、うん、お寿司とかねステーキとかだって一年中ね食べようと思えば売ってて食べられるし、お正月とかねお盆だから特に特別恒例こういうの食べたいとかこれじゃなきゃっていうのはないっすもんね、うん、なんで別にまあどんな高いものかはね食べなくてもいいやっていう感じでね、家ラーメンもやりたかったし、卵こんな感じですね、もう普通のもう固ゆでになってる卵ですねこれはね、よいしょ、で卵いただきます、うん、おいしい、
ちょっと黄身はね、パサパサしてるけど。わさびね。わさびをちょっとつけて。いただきます。あ、これちょっとお酢入れてもいいかな。このつゆにお酢入れて食べてもいいかもしれないな。お酢後で持ってきてお酢入れて食べてみよう。では今日はね、もうほんとこれしかないんで、本当はね、動画撮るかどうかね、動画撮らなくてもいいかなと思ったんですけども、まあ念のために撮っておいてね、なんか上げる動画がなければまだこれ編集して上げてもいいし、まあね、もっといい宅飲みできればそのもっといいやつをね、動画でアップしてもいいしと思って、とりあえずね撮影してるんですけどね。では今日もね、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね、他の方の動画でも見ながらね、ゆっくり続き食べて飲んでいきたいと思います。ではね、今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね、動画編集してアップしたいと思いますのでね、よろしくお願いします。